ダークフューネラルはスウェーデン出身のブラックメタルバインド。1993年ロードアーリーマンを中心にストックホルムで結成。ロードアーリーマン2012年スウェーデン北部出身のギタリストミカエルスバンベリがブラックメタルの活動の場を求め本場であるストックホルムに移って音楽活動を始める。2年がかりでメンバーを集めセムゴロス、ブラックムーン。 ドラウガン自身もロード・アーリーマンと名乗り1993年からバンドが発足する。1996年にはアーリーマン以外のメンバーが総入れ替えになっているなどメンバーの入れ替えが多い。2010年にもアーリーマンとチャック・モルを残してメンバーが脱退したは翌年に復帰している。2012年に ボーカリストのナハトガルムが脱退すると、元メンバーのエンペラーマグスカリグラがライブサポートとして復帰した。その後、ヘル・ヤル・マドルとナットが加入した。2016年にナットが脱退した。同年に7年ぶりのフルアルバム、ウェア・シャドウズ・フォーエバー・レインをリリース。ベースはアーリーマンが兼任した。2016年、12年ぶりにラウドパーク16にて来日。 2017年11月にドミネーターが個人的な事情により脱退し、ヤロマーが加入することが発表された。母国での人気はかなり高く、スウェーデンアルバムチャートでディー・ボーリス・インテリアムが16位、アッテラ・トータス・サンクトゥスが35位を記録した。2003年に初来日を果たしており、2度目の来日は2004年にエクストリーム・ザ・ドジョ・ボリューム級へ、 出演予定であったディム・ボルギルがキャンセルしたため、急遽代役として出演を行った。また、初来日の際には、ステージで火を吐くというパフォーマンスを行ったが、ライブ会場の火災放置機が反応し消防車が呼ばれるというハプニングが起こった。しかし、彼らはその時消防車がライブハウスに駆けつけているなどということは知らなかった。 またブラックメタルバンドに多く見られる犯罪については、自身のインタビューで、銀行強盗、人を襲う、銃刀関連の犯罪などの事件を起こし、警察のブラックリストにも登録されているということを、語った。これらの事件で彼らは逮捕されたこともあるが、コープスペイントをした状態で行ったため、証拠不十分として釈放されたという。その後、何かの事件が起きるたびに、 自分たちがその事件に関係していなくとも、電話による尋問などをされることもあるという話である。音楽性としては、活動初期は、邪悪さを重視した音楽性を展開、サードアルバム、D. ーボーリス・インテリアム以降は当時加入したマット・モディンによる、ブラスト・ビートを多用したより、攻撃的なブラックメタルへと変貌している。バンドのリーダーロード・アーリーマンは、サタニズムに関して、 このような見解を示している。俺にとっては、サタニズムとは、アンチ宗教ってことだ。俺の心情は俺自身の価値観と、ルールによって決定づけられていて、これは俺を、内面から支え、個性を引き出し、独立自立を促し、そして精神的に強くさせると同時に、反宗教的な俺の気持ちを再確認させる。サタニズムは、個々の特性が、 よく反映される思想であって、俺にとっては人生そのものだ。サタニズムに対して必ずしも皆が同じ解釈をするとは限らないが、我々サタニストは皆お互い精神面において何か共通するものを持っているね。俺にとっては悪魔や魔術も様々な目的達成のために行く通りもの、使われ方があるいわば見えざる力といったものだ。 チャックモール2012年ドミネーター2012年。ありがとうございます。